オリンピック、アンバト、乗馬に挑む。いよいよ開幕したリオのオリンピック。観客の声援に応えながら、我らのマリオ選手が入場していきます。まずはじめの競技は、アンバです。アンバは、動きを止めてはいけません。同じパネルの上で回り続けると、高得点なんだっけ？うん、確か、ガンバ、フライハイでそう言ってたような気がするよ。また随分古い漫画だな。テレビアニメでもやったし、私、あの漫画好きだよ。確か森末さんが監修してたんだっけ？あの有名な森末さんか。森末って技、かっこいいぜ。アンバって、オリンピックの体操競技の中では、唯一日本人が金メダルを取ったことがないらしいよ。体が小さい日本人は、鉄棒とかの方が得意なんだろうな。今のところ、男子の体操結構厳しい立ち位置にいるみたいだけど、なんとか決勝で頑張ってほしいよね。個人種目別もいいけど、やっぱり団体の方が私は好きなんだぜ。応援しています。それにしても、ちょっとぐだりすぎなんじゃないのか？だからほら、日本人はアンバが苦手なんだよ。見苦しい言い訳はやめなよ。さあ、泣きのもう一回が認められたマリオ選手、勢いよく進んでいきます。オリンピックで泣きのもう一回とかあったらテンション型落ちだろ。アンバの上で華麗な連続技を決めていくマリオ選手、飛んだり跳ねたり、最高難度の技の連続です。最後の着地には何を持ってくるのか。心身ひねりなし直寄りだったな。お次の競技は、乗馬だね。マリオ選手、タイミングを測って、今飛び出しました。おっと高く飛びすぎたのか？これはダイゴさん。どうやら、乗馬は苦手なようですね。よし、今度こそなんとか突破していくよ。今度はなんとか突破できたな。ここはどうすればいいのかな？とりあえずは、突進を落としてみるしかなさそうだね。落としてみたけど、どうすればいいのかよくわからないな。次は、スピンジャンプで矢印のところに行ってみるね。タイトルにはなかったけど、体操競技で言うと、釣りはみたいな感じがするよね。ここのワンワンの上で待ってれば、何かがパンを作動させてくれるのかな。ネットが出てきてたね。新人の新月面大学放物線は、栄光への架け橋だ。マリオ、見事にてっぺんを取ったよ。オリンピックまだまだ始まったばっかりだけど、みんな頑張ってほしいよな。体操もサッカーも、その他の競技も、全力で頑張ってください。頑張れ、日本。いい音楽コースがあると聞いたので、皆さんにもご紹介します。確かに、素晴らしいコースだったな。これだけアゲアゲな感じの音楽コース、珍しくていいね。うん、他にもおすすめあったら、ぜひ教えてくださいね。